16位清水と同じ勝ち点得失点差ながら総得点で上回り降格圏脱出を果たした15位大宮アルディージャ、6位 FC 東京を迎え3連勝となるか。大宮は立ち上がりの5分、怪我から復帰した FC 東京三谷修斗を許し押し込まれる展開になると、15分にはアクシデントが襲います。右太ももを痛めた金沢がプレーを続けられず急遽増田と交代します。思わぬ交代カードを切った大宮に対し攻める FC 東京は18分、再び三田、さらに22分にはクリアボールを拾った川野が狙います。34分には太田のコーナーキックに森重、日本代表コンビでゴールに迫りますが大宮の堅い守りを破れません。すると FC 東京の攻撃を跳ね返し続けた大宮は43分、家永の速いリスタートから動きが止まった FC 東京の隙をつきます。最後は家永のクロスに高橋翔平、先制したのは大宮。 FC 東京はオフサイドを主張しますがこれはオンサイド、高橋は今シーズン6ゴール目。リードして後半へ折り返した大宮は60分、川野からボールを奪った家永、倒されますが上田桝也主審の判定は家永のシミュレーション、累積4枚目となった家永、施設 F マリノス戦は出場停止。すると1点を追う FC 東京が後半も猛攻を見せます。まずは70分、武藤がシュート、さらにこぼれ球を再び武藤。75分には太田のフリーキックから高橋秀人、77分には太田のミドルシュート、そして85分には途中出場中島のスルーパスから決定機、完全に抜け出した武藤、しかし力の入りすぎたシュートは枠を捉えず。攻め続けた FC 東京、終了間際には横山のハンドをアピールしますが認められません。1点を守りきった大宮、 J2 時代の1999年以来2度目、 J1 では初めてホームで FC 東京に勝利、今シーズン初の3連勝です。